零零七美しき獲物たちは、1985年、公開、ジョーン・グレン監督のスパイアクション映画、零零七シリーズ第14作。原作小説は、イアン・フレミングの短編、バラと拳銃である。ロジャーム・ウーアが、ジェームズ・ボンドを演じた最後の作品である。ショーン・コネリーの降板後、1970年代、1980年代に、 渡って、新しいファンを獲得して、大衆文化の騎士を守り続けたムーア・ボンド最後の作品。ムーア・ボンドの集大成となるべく制作された。ユア・イズ・オンリー、オクトパシーに続き、スタントアクションを大幅に取り入れつつ、ムーアの持ち味であるユーモア性を融合させた。スキー&、スノーボード、カーチェイス、騎馬場での格闘、飛行船を追っての空中スタント、 ゴールデンゲートブリッジの欄干上での格闘などスリリングな見どころ多数の対策。ゴールデンゲートブリッジソ連国内でアメリカ製の IC チップを持ち出したレイレイさんが雪原で遭難。遺体からチップを回収したボンドはソ連軍に追われるがスキースノーボードで振り切って任務を果たす。レイレイさんの遺体から発見されたチップは一般的なチップと異なり、 核爆発で発生する強力な EMP にも耐えうるものだった。製造元の増輪産業が怪しいと睨んだ。英国情報部はボンドに増輪の内定を命じる。そこでボンドはチップの製造元である増輪社を調査する。社長のマックス増輪が所有する上昇の競争場を調査するうちに、その馬からはチップに制御されたステロイド供給装置が見つかる。増輪を追って、 サンフランシスコに潜入したボンドは、彼がベエリアを壊滅させることで、既存エレクトロニクス業界の転覆を企てていること、さらに、ゾーリンと彼の部下の女殺しやメーデーも、また、KGB に抱き込まれた元ナチスドイツの科学者、カール・モートナー博士が行ったステロイド実験による異常発達時だったことを知る。主人公のロジャー・ムーア・ボンドガールには、タニア・ロバーツが起用された。 彼女のキャリアはでモデルとして始まった。例のサングラスクールなどの広告モデルが初期の仕事だった。彼女はオフブロードウェイの作品であるピクニックとアンティゴネで重要な役割を果たした。タニアはまたダンスインストラクターも務めた。彼女の映画デビューはホラー映画の強制エントリーだった。その後、コメディ映画ヤムヤムガールズにも出演した。タニアはすでに結婚しており、 1977年に夫が脚本家としてのキャリアを確保していたため、夫婦はハリウッドに引っ越した。翌年、ロバーツはドラマ、フィンガーズに参加した。1979年にロバーツはカルト映画やカリフォルニアドリーミングなどに出演した。ロバーツは目立たないいくつかのテレビドラマにも登場した。また、ズマビーチ、プレジャーコーブ、及びワイキキなどに出た後、 84年のシーナでヌードになり、大きく注目された。そして翌年、ボンド映画のヒロインに抜擢された。1984年6月27日に、バインウッドスタジオの零零七ステージが全勝するというトラブルの中、制作費3000万ドルをかけて作られた作品では、あるが世界中で1億5240万ドルの工業収入を上げる大ヒット作となり、 ムーア・ボンドが優秀の美を飾った。アメリカにおいても5030万ドルという1985年、全米第10位の興行収入を上げた。1985年の映画の世界興行成績で第5位。日本では1985年度の外国映画の配給収入で第5位。エッフェル塔アレクサンドル三世郷シャンティ城、フィッシャー・アーマンズワーフ・サンフランシスコ視聴者 AB。 エービュー2、エーキル。ザ・ナンバーズ。2009年6月21日閲覧。AB1985 年配給収入10億円以上。番組日本映画制作者連盟。ムービーリストバイワールドワイドグロス。WORLDWIDEBOXOFFICE.com。2009年6月21日閲覧。日本映画産業統計。 日本映画制作者連盟。2009年6月22日閲覧。オリコンのデータ協力による全曲80年代の週刊オリコンチャートナンバーワンの洋楽コンピが登場。ソニーミュージック2017年8月8日。プロダクションオブ AVU2A キル。2020年11月9日閲覧。ボンドウォッチプロジェクト。ありがとうございます。